お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、今、こちら、レイジジャレン、チャレンジがね、来てるんでね、まあ今日はこちらをやっていきたいと思います。で、これのデッキがですね、まあ僕は今、これでやってるんですけど、小屋がめちゃくちゃ強い。前にも多分、こんなチャレンジが来たんですけど、本当にもう、エリポンと小屋3つとか、で、なんかファイブライトニングデッキみたいなのが、まあ強くてですね、まあほぼ、まあ、そんな感じの、出来になっていますっていうところで、まあちゃちゃっとねやっていこうかなと思います。でエリクサーポンプがもう置くだけで、これ置けばもう6ハードぐらい取れるんですよ。多分なんかそんな感じの話を前聞きましたね。もう置いとけばそれだけでいいみたいなのがあるんで、しっかり置いていきます。でまあちゃちゃ出して、あのボーラーがなかなか厄介ですね。これ5打ちます。よしよしよし。で、これ、スケート舞台出して、ザップ来たらコウモリ。来ない。オッケーオッケーオッケー。オッケー。で、これで、またババコ置いてきます。よし。よし。で、これコウモリ出して、あ、コウモリコウモリ。早い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 。そう、これ流れが早いんでね、もう、どんどんエリクサーを損しないように出していきたいんですけど、まあ、エリクサーは倍ではないんで、けど、エリポンによってどんどんエリクサーが増えていくので、まあ、しっかりね、損しないように出していきたいと思います。あのメガゴの位置がいやらしいですね。これも5打ってあげて、OK。OK。そしたらもうこうなれば、もうリードになるんでね。これで小屋を置いていきます、また。本当にエリポン置いて、小屋置いて、あとのユニットとかはカード回しで使っていく感じですね。よいしょ。で、またエリクサーポンプ置きます。本当にもうこれだけで、全然勝てると思うんでね。まあでも、勝てないってなったのが、多分ミラー的な感じ、多分同じようなデッキが多分多いと思うんですよね。あ、これ相手が上手いですね。けど、この小物がね、多いんでね、守れますね。で、この間にムートが入ってるラッキーですね。で、また声を置きます。ほんでこれだけ、もう見るに耐えない試合なんですけど、まあそこはね、しょうがないかなっていうところで、もう、本当にエリポン置いて小屋を置いてるだけで勝てて、このムートとかマジアチャが意外と相手はしんどくてですね、これがなかなか意外と訳しますっていうところで、さあ早いですね、終わるのが。しかも楽しいですし、これでトークンがもらえるんでね、これはマジでぜひクリアしてほしい。これウルトラレアトークンですね。よいしょ。まあ、あと2試合かな。2試合。まあ、あと3試合か、4試合か。まあ、何試合かやってですね。まあ、同じことするだけなんですけど。とりあえず、エリポン。で、まあ、今攻めてきたら守る。あー、ライトニングですね。これはもしかしたら、あれですね。小屋、エリポン、ファイボーライトニングデッキみたいな。前流行ってたやつですね。あー、はー、出た。こういう未来対決になると、正直めんどくさいっす。正直これが一番めんどくさいっすね。で、出してカードを回して、あー出た。もうババコヤ置いて、本当に、この試合がめんどくさい。一番めんどくさい。OKOKOK。相手ザップとかがないのかな。で、この公演はスケルトン舞台でね、よいしょ。オッケー。あー、で、相手エリポン置いてきますね。そう。いや、本当に、なんか、こういう小屋デッキが強いみたいで、多分本当にこんな感じになりますね。試合。やばい。これは、数の暴力でやられそうですね。やばい。相手のヤリゴブリンが強い。もう、マジアチャに頑張ってもらうしかないです。よいしょ。さあ、なかなかな泥試合をやってますね。よいしょ。いや、マジで、これは負けるわ。負けそうだ。なんか、はい。小屋置いて。ああ、確かに小屋が増えるからの相手の、あれですね。あれです。あれです。メガナイト。確かに、ありですね。相手の小屋とか一掃できますし、すごいありな気がしますね。で、リポン置きたいですね。で、
そう、あそこに5打っちゃうと相手にこうやって貯められるんですけど、もう打たないとやばいみたいなとこもあって、でも打ってもやばいんですよね。こう後ろからマチャチャ出してユニットを貯めていきたいですね。やばタワーを囲むように置いてくるっすね。やばいやばいやばい。けどマジアチャがですね、優秀。まあ僕もね、負けじと小屋を置いていきます。これマジアチャがね、厄介なんでね、処理します。よいしょ。OK、OK、OK。多分メガネとかズシャーン巻きますね。けどまあ、マジアチャはね、その分活躍したんで。で、ここでもう一回マジアチャですね。よいしょ。で、このムートが行けなくても、まあまあまあいいっすね。こうなってくると多分あとスペル削りで勝負がつくか、まあ、小屋の勢いで勝負がつくかっていうところで、まあどうした方が勝ちとかはよくわかんないですね。することないんで、端前からスケルトン部隊みたいな、逆に強そうじゃないですか。あれ意外と刺さるみたいになりそうでしたけど、あ、惜しいな。よいしょ。もうこうなったら削っていきたいですね。っていうので、こういうマジアチャとかでね、バーバリアンにうまく当たってやると、これで、まあ、勝てたり、よいしょ。まあ、本当に、小屋置くだけです。エリポン置いて、小屋置いて、で、ファイヤーボールを小屋に置くのか、エリクサーポンプに置くのかっていう迷うかもしれないですけど、それは、正直どっちでもいいですかね。まあ僕は、だんだんエリアと取られるのが嫌なんで、まあ、立方に打つかな。このスペルのファイヤーボールは、まあ、ライトニングとか、そういうのにしてもいいかなと思いますね。これまた多分あれですね。小屋だ。多分、また同じっすね。ああ、出たー。いや、マジで。多分、このミラー対決になるんで、これを、まあ、どう、メタっていくかですね。本当に小屋しかいなかったら、なんか、もっとデッキいじった方がいいかもしれないですけど、まあ、小屋が来てもまあ別に勝てないことはないんだよ、これ。こっちも小屋ですから。やばい。エリポン壊す用のディガーと、まあディガーもありなんすかねと思いつつ、でも、いらないかなとも思いつつ。で、ここにはね、エリクサーのアドを開始するためにファイアボールでいきます。これなかなか苦しいっすね。これなかなか相手の方が小屋が多い。もう、どれだけ小屋を多く置けるか対決なんでね、これは。あー、で、マジアチャか。これ多分、ファイバーポイズンとかいいかもっすね。もしかしたら。ファイバーポイズンがすごいありな気がしますね。やばい。やばいやばい。負ける負ける負ける。小屋置き対決で。あー、負ける負ける負ける。って感じですかね、本当に。これはなかなかな試合ですね、もう。やばい。ファイブポイズンがありだな。気づいた。ババ小屋とゴブ小屋はまあありで、まあエリポンもありですね。で、マジアチャもいい。マジアチャ優秀。エリクサーポンプ、ババ小屋、ゴブ小屋、マジアチャの、で、4枚固定かな。で、ファイブポイズン、なんかっすかね。意外とまあコウモリが僕、そう、コウモリがいりませんね、これ。このコウモリの枠をポイズンにして多分やると強い気がする。ファイブポイズンめっちゃ強くないですか。だって小屋が多くてポイズン小屋に打って、しかもファイブもマジアチャとかに打ててってなると思うんで、ファイブポイズンですね、これは。これしかもサンクラがいかれちゃうやつですね。やばいやばいやばい。もうやばい。相手はそこ多すぎな。小屋うまいな。うまい。これはもう乾杯ですね。よいしょ。トーンワンチャンですね。ワンチャンを狙ってるのはスケルトン部隊。意外とスケルトン部隊もありみたいな。あれ意外とありじゃないですか。あれワンチャン追いついたくね。あー、惜しい。はい、というところでこれ負けちゃいましたね。まあやっててコウモリがいらない。これは発見ですね。っていうので、まあ、コウモリをポイズンにして、行けばいいんじゃないっていう説。はい。ライトニングでもいいんですよね。エリポン壊せるんで。まあ、ポイズンでいいかな。これだな。完成形。これ見て学ぶ。見て学ぶ。見て学ぶ。まあ、どれもひどいデッキですね。
本当に。まあ本当に固定がババ小屋とゴブ小屋とマジアチャエリポンなんで、まあ自作作りたいなーって思ってたら、このエリクサーポンプ、ババ小屋、ゴブ小屋、マジアチャ固定で、まあ僕はファイブポイズンのここの2枚は別に何でもいいのかなと思いますね。左上2枚だからスケルトン部隊とかもあんまり良くないかな。だからミラーとか確かにとか、なんか残るユニットがいいですね。後ろからどん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 厄介な、まあボーラーとかですかね。ボーラーとかネクロとかファルチとかもすごいありかなと思いますね。なんでスケルトン部隊はいらないな、いらないっていうところで、こちらはね、まあミラーにしますか。はい、これだ、わかった、勝ちましたわ。よしってことで、これラストやって、まあ終わりですかね。まあこの続きはね、はい、こっそりやってきますっていうところで、まあとりあえず小屋、あー出たー、これな、打ちたいんですけどね。もうワンでも待っていいかな。エリクサーボンボ先に置きたいですね。とりあえず置いて、相手がワンチャン後ろと、ああゴレゴレゴレは知らない、ゴレは知らない、ゴレはやばい、わかんないですね。でも止まる気もしますけどね、これ。アーチャーやばいやばいやばい、相手のデッキがやばい。でもこっちも言えないっすわ。それでもやばいやばい、お互いのデッキがひどいな。あー、槍ゴブリンが全部解けた、やばいやばい。オッケー、けどもう小屋、はい、勝ちましたね。これを繰り返すだけです。でこのミラーは何に使うのっていうのは、エリクサーポンプインですね。しっかりミラー使っていければいいんじゃない。多分エリポンを置けば勝ちだと思うんで、これで壊されたくないんで、あ、惜しい惜しい。これ打たれた後に置いてあげる。よし、これでもアドですからね、アド。で、まああとは周りに5打ってもいいですけど、エリポンに。もうこれは多分打たずに小屋出してたら終わりますね。あ、これ相手のゴレは甘えましたね。これ多分コスト的にもうこれ止まらないんで、添えるだけ、ユニットと小屋を添えるだけ。 OK、 終わりかな。まあ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 、本当に見るに耐えない試合かなっていうところで、まあこちらのね、小屋、多分これしかいないレベルで小屋ばっかだと思うんでね。まあこちらの小屋デッキ、まあよければ皆さん使ってみてくださいっていうところで、トークンね、しっかり集めましょう。では、バイバイ。